探索。ルシは生き延びよ。生きて兄者を支えてくれ。突然何を。それから兄者と欲徳に伝言を、誓いを守れず申し訳ないと。さらば観策。主は我が誇りぞ。父上。碁を打たねばなるまい。殿下の国賊は義の総理。今碁を打つ意味はないか。意味はないだと。よくもそんなことが言えたものだな。雲長の仇を打つ、それ以外にどんな意味がある。すまぬ。報告。将軍が、上司将軍が配下の裏切りに遭い撃たれたと。裏切り者は上司将軍の首を持って御へ逃亡した模様です。Yeah!